こんばんは、サロモン安藤です。こんばんは、サロモンの今村由良です。久しぶりです。久しぶりです。週刊スノーバー新横浜、はい、ずっとね週刊じゃないよね、今となって。そうですね、まあまあ、まあ、僕としてはいるんで週刊なんですけど。そう、はい、あ、週刊っていう漢字が違うってこと。まあ、そうですね、漢が違いますね。陰踏んだってこと。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない、はい、相変わらずやりづれえな。はい、ということで、久々にカメラ回すんですけど、はい、ユラのライディングパパッと撮ろうかなと思ってるんだけど、よろしくお願いします。今日チョイスしたギアはこれです。これです。スルイフパラディスですね。にホログラム、はい、もうお気に入りセットアップだ。もうナンバーワンですね、自分の中の。おー、なるほどね、はい、あ、もう何でもいけるよ。もう何でも何でも、まあでもいいじゃないですか、はい、ルイ・パラディスね。どうだろう、選ぶ人は結構どうかな。なんか山、まあパウダーってわけじゃない、山全体滑る人みたいな感じで選んでる人が多いと思う、日本では。そうですね。そうだから、まあ今日ね、レールがついたってことで、まあフリースタイルっていうかジェビング、そうですね、うん、このセットアップで何を見せてくれるか、はい、そうそうそう、あんまりここで引っ張ってもね、ネタがないんで、君との撮影もでも本当僕も久しぶりに滑るんですよ。いや、決めてくださいよサクッと。大丈夫かな。お気に入りのセットアップで何本もやられたら困っちゃう。確かに、そうですね。そこをがっちりこのルイーフで見せてもらいたいなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりの週刊スノーバー新横浜。そうですね、めちゃくちゃ調子良かったね。調子良かったです、やっぱり。まぐれやっぱ板がね、自分のお気に入りのセットアップだとすごいね、本当ちょっとうまって思った。あ、本当ですか。いつもなんかうわーいみたいな、今日お寄るねみたいな。ありがとうございます。どうもうレールジブいけちゃうんだね。いや、いけちゃいますね。だってやっぱルイーフだから。そうっすよ。そうだよね。そうっすよ。そうだよね。ほぼリレーと変わんないですから。言っちゃえば。いや、違うでしょ。言っちゃえば。まあまあ、でもビレインをもうちょっとこう幅広く、パウダーもパウダージブとかも含めてできるようにしたのが、こう大人なビレイン。そうっすね。ルイーフパラディス。前なんか動画で話したんですけど、ほんとシックスティックとビレインの合体バージョンみたいな。なるほどね。感じですね、自分のイメージでは。あ、まあまあそうだよね、僕らもそうやってあのみんなにお客さんには伝えてるそうです、ね、はい、そう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 。だからフリースタイルのビレインと、まあちょっとフリーライド寄りのオールラウンドボードシックスティックがこうハイブリッドすると、そうですね、皆さんルイーフになるわけですよ。でもルイーフがさ、見たらさ、ユラが乗ってるとこ見たらショック受けるいや、どうなんですかそこはそんなことないよな。そうですね、はい。まあ、今日は本当にいい滑りしてたんで素晴らしいと思いました。まあ、そんな感じの週刊スノーバー新横浜、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。調子良かった。ありがとうございます